ロスカボスはメキシコの自治体。面積3451.51平方キロメートル。人口238,487人。カリフォルニア半島の南端に位置し、バハカリフォルニアスル州に属する。この自治体は、半島南端西のカボサンルーカスと、半島南端東のサンホセデルカボの2つの主要都市のほか、いくつかの村を含む。上記の2都市は、 リゾート地として近年開発が進んでいる。かつては漁港であったが、現在この地域の経済の多くは、メキシコ有数のリゾートしての観光業を主としている。特に上記の鬼都市の間は、コリドール地区と呼ばれ、一大リゾートエリアとなっている。ハイシーズンは、北のアメリカから多くの非観客が訪れる冬であり、マリンスポーツのほかスポーツフィッシングやゴルフ、 冬に回遊してくるクジラを見る、ホエールウォッチングを楽しむ多くの観光客で賑わう。2012年6月、G20 の首脳会議が開催された。メキシコ国内は、麻薬戦争と呼ばれるほど、シナロアカルテルなどの非合法組織の活動が活発であり、ロスカボスにおいても例外ではない。2017年12月20日には、 橋から吊るされた4人の遺体が発見されるなど治安の回復には至っていない。年間平均気温は摂氏26度である。10月から4月の冬季は日中の気温は摂氏26度から摂氏28度、夜の気温は摂氏14度から摂氏17度となる。夏季には日中の最高気温は摂氏38度まで上がり。 夜間は摂氏21度から摂氏29度程度となる。ロスカボスは降雨が非常に少なく、主に8月から10月までのハリケーンシーズン中に来る25センチメートル程度の降水が主で、年間300日から350日以上が晴れとなっている。各地区の人口は下記の通りである。ありがとうございます。